はい、ナオタンです。こんにちは。こんにちは。いよいよ今年のね、黒豆解禁です。2024年は10月7日に解禁日が発表されました。はいはい、解禁日直前なんですけれども、行ってみたいと思います。その前に丹波旬の市南部店寄りますよ。あそこね、安いですからね。笹山入ってすぐのところにあるんですけども、国道で行かれる方は寄れるんで、朝の6時半から午後の1時ぐらいには閉まっちゃうの。早いな。もう営業は土日だけなんよね。穴場です。そこ寄ってみましょう。丹波旬の市南部店。もうすでに黒枝豆出てるけど。あー、栗もある。出てる出てる。わ、1000円か。あー、ごらんごらん、1000円。おはようございます。おはようございます。わー、綺麗。こっちちっちゃいから1200円。1800円。大きいやつは高いね。小ぶりのやつは剥くのが大変やから。あ、そういうことか。2000円やけど、こっち1000円で大きさも違う。あ、違うな。この間公園にあったぐらいのやつ、ちょっと小さめの1300円にした。はい。土日空いてると思ってたらいいですよね。そうです、土日は間違いないです。はい、6時半から1時ぐらいまでは。6時半から1時。だけど豆の時期はね、ダーッと来るからすぐ売れちゃうから。あ、今年もあるかもわからん。去年の11時前ぐらいしまった。11時前に、はい、どうもありがとう。新米売ってるで。30キロが12,300円。5キロで2,500円か。今回はね、河原町妻入り松下郡、町並みが風情あってね、綺麗なとこなんで歩いてみたいと思います。市営河原町駐車場、手洗いもあるし、うん、綺麗ね。国の重要伝統的建造物保存地区、うん、ここがお城跡、現在地こっちね。うん、あー、いい感じやね。城の方15分弱ぐらいで歩いて行けるので、歩くのにちょうどいい気温や、ね。うん、あー、やっぱいいなこの街並み。来ました。綺麗ね。王子山稲荷、すごいねこれ。見事やね。鳥居が結構上がっていってますけどね。頑張りましょうか。第一駐車場、内容は数が少なさいけどね、無料で止めれます。手水車あるわ。はい、はい、ありがとう。一段一段はそんなに高くないからね、意外と歩きやすいです。涼しい。後ろ見たらこんな感じ。素晴らしいね。お、斜面に張り出してる。もみじやわ。紅葉の頃綺麗よ、きっと。いいね。よっしゃ、上がってきました。あら、カフェの負け嫌いコーヒーぜんざい、その下にトルココーヒーとチャイ。はあ、なんでやろう。すごいね。負け嫌い稲荷さん、うん、いろんなことに勝つ方がいいですからね、うん、なんだってね、負けるが勝ちということわざもあるけど。負け嫌いのお稲荷さん、お狐さんが相撲の格好して、お前は俵持ってんのか、うん。これで皆様負け知らずです。
味噌製造所、超肉屋さん、手作りコロッケ200円、まだオープンしてないですけどね。建具屋さんか、欄間がすごいね。星月夜さんな、ここに移転されたんですよね。以前行かしてもらったよね。行きましたね、よかったですね。だね、リーズナブルで、ここもええ空間がありそうやな。残念やね、今日ちょっと早すぎた、はい、ここホテルやもんな、ニッポニア笹山城下町ホテル、白兎屋さん、器と暮らしの道具。あ、雰囲気がいいね。放浪のカップやって、モロッコグラス、なんで変わってるんや、気泡が入ってる、手作りって感じよ。わあ、これは女子大好き。うわあ、すごい。いやねー、いやー素晴らしいなこれ。素晴らしいね。ディスプレイが靴下や。あったかそう。何それ、キーホルダーもかわいい。すごいな。洋服か。マッチ箱や。厳選されたアンティークやな。お前ね。お庭の向こうも。あ、あるわ。あ、2階もあるで。魚の、あ、ほんまやな。沖縄県やって。素敵。ほんまやな。うん。あ、いいじゃない。柄がね、うん、独特の。あ、昔の階段やなこれ。おお、帽子とかあるよ。あったかそうな。わあ、いいな。こんなセーターとか持ってへんで。色合いがちゃうんか。上から見たらこんな感じです。寒い、これからね。スープ飲むときに。高みがあるよ。結構ないい値段しますけどね。喉乾いたんで、休憩しましょう。カモットさん。これが食べたかってん。パティシエが作る本格ふわふわスフレのお店。いろいろあるんや、種類。クリからプレーンからラムレーズン。いちごキャラメル。黒豆コーヒー、黒豆茶。スフレセット900円。スフレは注文を受けてからお作りしますので20分いただきます。そうなんや。ランチもあるよね。煮込みハンバーグ、ローストビーフ。専用駐車場がね、横から入ったとこあります。奥に3台ほど。こんにちは。こんにちは。綺麗なお店。はい。ああ、すみません。黒豆スフレセットで黒豆茶でお願いします。来ましたアイスコーヒー。こんな器入ってますよ。陶器。大きいね。たっぷりこい。黒豆茶今計り中。はい。ありがとう。だよ来たよ。すごいな。いただきます。いきますよ。うん、うわあ。わあ。熱。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。触ったらあかんわ。うわあ。あ、沈み込んでてるんですよ、中に。黒豆もあるよ。うん、すごいな。美味しい。美味しい。これは奥様来てください。20分待たなあかんけど、待つ価値あるわ。せやよかったね。あ、中にも黒豆いっぱい入ってる。見えた見えた、ね。ここも超老舗ですよ。梅角堂さん。あ、木の看板がすごいね、あれ古いな。スイーツ食べたとこやけどね。まだまだ黒豆いきますよ。さこれが一押しやね。外はサクサク、中はしっとり、バターとアーモンド。営業時間。こんにちは。ああ、すごい。笹山タルト。するする？黒豆クリ。あ、シナモン。リンゴシナモン。リンゴシナモン好きやね。うん。大正10年当時やって。すごい。硬やろこれ、すごい。これめっちゃ美味しいねんけど、梅角堂さんの気に入っちゃった。よかったね、買ってきて。よかった。ここね、小田垣商店さん専用の駐車場がある。大人気のお菓子屋さんよね。うちはちょっと素通りします。単価的にね、
謎谷価格を考えて、はるかにオーバーねしてしまうんでね。それで享保19年で、すごい。お茶、はい。カフェもあります。パンって書いてますよ、城から5分さ。笹山城跡から5分で来れるってこと？うん、天然酵母。あ、いい香り。人気パン。あ、ほんまやな。うん、これで城から5分さ。あ、こんにちは。こんにちは。おお、パン置いてますよ。渋川煮のパイ。黒豆黒子、うん、かわいいね。うん、メロンパンもある。こっち田舎パン、うん、ご飯に入れるのそれ。面白いね、いろんなお米じゃん。へえ、お皿かわいいね。コーヒーとかもある。明日のパンなんか買いますか。うん、買いましょうか。黒豆パン、もう今日は黒豆尽くして決めて、うん、もちもちブール、大きいね。一番人気の行ってみる。うん、みよう。チョコクロ行っとく。チョコクロワッサン。はい。霧吹きして。天然酵母の風味が出てる。わかりました。いつ殺されてるんですか。8年目。そうですか。そうですか。ありがとうございます。ありがとうございました。最後に老舗のお土産屋さん用意ましょうか。行きましょう。すごい。焼いたとこですよ、食べてください。熱い、大丈夫？熱い、熱い。ちょっとほんのり熱い。美味しい。豆さんも湯がってますよ。あ、枝豆。和製の豆は美味しいですよ。あー、1500円ですね。1000円と600円とあります。600円の方で。はい。アスカのお坊さん、お待たせしました。はい、どうもありがとう。じゃじゃーん。今日のお昼は、アスカのお坊さんのお弁当です。結構ね、お金使いましたんでね。お安く。せやけども、美味しいもの食べたいということで。ハンバーグ弁当の小。はい。594円。白身魚フライの甘酢あんかけの大。702円。はい、うん、お弁当用のハンバーグ切らしてるので、特別に店用のハンバーグ。大きいな、ほんまな。で、私のはね、すごいね、これ、ボリュームあるね。こうやって見たらだいぶちゃうな。ネットでもメニュー見れますのでね、大小選んだらいいねな。レギュラー弁当、特大弁当、いろいろありますけどね。秋のいい季節ね、公園で食べるのもすごくいいと思いますよ。はい、ただ、うん、ここのお店の売りは何と言ってもね、そう、おかわりし放題のおひつご飯があるっていうのがね、はい、アスカセットっていうのにすれば、うん、黒豆のポタージュスープや黒豆煮がついてきたりするのでね、うん、また笹山の感じ味わえますよ。そうですね、ぜひともね、一度行ってみてください。行ってみてください。おひつご飯いいですよ。いただきます。いただきます。たまには車中飯です。大の方が副菜多いね。うん、シューマイ入ってますし、天ぷら入ってるよ、白身魚と、で下にスパゲッティが入ってる。白身魚美味しい、美味しい。あ、このベンチも新しいね、これ。そうだね、しっかりしてる木やわ。はあ、こんな感じ。いいね。いただきますか。森本さんで買った焼き栗。あれ、割っちゃった。うん、
おいしいわ。今日買った生栗は剥いて栗ご飯にしよう。なあ、あれな、うん、はい、やってまいりました。丹波篠山黒豆畑さん、すごいね。あ、見事やね。今日ここでね、黒豆狩りします。黒豆狩り朝早くやけど、結構来られてますよね。ちここも平日やけど、ね、駐車場いっぱいですよ。あ、こんにちは。こんにちは。受付こちらでございます。はい、すいませんね。枝豆狩りでございます、はい、何株させていただきましょうか。2株2株で、はい、はい、ありがとうございます。1200円になります。2株だけなんで、はい、1本でいいです。はい、はい、皆さんがあるわ、閉めるんで、はい、昨日雨やったんで、さらにぬかるんでるから。あ、探ったらいいこれ。あ、あ、はいはいはい、はい、根元で切ってほしいんです。もう土、はい、入るか入らへんかぐらい、はい、分かりました、はい、それで一株なんですよね、はいはい、奥まで行かれんやろ。そうやな。素直に目の前に行く。じゃあまず相方さん行ってみよう。いっぱい土ちんじゃん、ほら。うわー、ほんまや、ね、ここ根元から、うん、せーの、え、肩頑張れ。よいしょ。硬いですか。あ、切れた。はい、取れました。いやー、ほら、結構ついてるやん。うまいな。よいしょ、これで、はい、大丈夫、大丈夫。ちょっと、いや、でもそこ水溜まってんねんで。大丈夫？これを、それ多いね、うん、いきますね。はい、よいしょっと。おー、取れました。はい、こんな感じ。そうやね。あ、ここで、そこかり。一つ目、三線しよう。二つ目、三つ目、二つ目、三つ目。結構ね、あの、いろんなことされてて、落花生狩りもあるみたいで、それがすごい人気らしいな。うん、で1ヶ月の間に味がやっぱり多少変わっていくみたいで、うん、10月中旬が一番甘くてね、皮も硬すぎず美味しいと感じております。吉田さん、これもったいないですよ。あ、しまった。こういうのありますか。すいません、私としたことが。はい、終わりました。2株で15分ぐらいで蒸し入れたかな。そうやね、小粒なんもありますけどね、こんな感じでね、うん、やっぱり解禁スタートしたところなんで、うん、まだちょっと小さめです。しやな、ね、うん、うん、はい、緑感すごいね。これ解禁3日目の平日でこの長蛇の列よなあ。回ってるな。ありがとう、お疲れ様です。2株でこれで十分やな。ちょっと、これ緑缶で買ってきた黒豆ご飯、うん、広畑昆布さんの露水もいただきま す,、ます。さあ、今年初めての黒豆です。黒豆畑さん、うん、茹で方のね、甘い、甘いな、うん、甘い、甘いな。解禁すぐやから顔柔らかい、うん、正直ね、身の入りはまだね、そんなに身は大きくないんやけど、うん、あ、これ大きいよ。あ、甘い、これ、ね、収穫してすぐその日に茹でるのがいいよね。うん、長靴とかもかなりね、汚れますし大変ですけどね、やっぱりちょっと醍醐味ありますよ。測ってみたら 769g ありました、うんうんうん、で、2株で、うん、これで1200円。うん、じゃあ、緑缶の黒豆ご飯もいただきます、うんうん、あ、どっちも美味しいな。いい塩加減ね、美味しい美味しい、はい、楽しかったです。笹山、
最後までね視聴していただきありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。